さあ、ということで今回は呪術廻戦マキシマティック伏黒恵2ですね。それとドラゴンボール Z G マテリアピッコロですね。こちらの2種の開封レビューを行っていきたいと思います。どちらも気になってますね。特に伏黒大胆なポージングをとっているのでね、かなり見応えがあるんじゃないかと思いますね。G マテリアの方はもう安心安全のね、皆さんがもう分かっているシリーズなので、間違いないと思いますね。じゃあ伏黒から開けていきましょう。はい、改めましてマキシマティック伏黒恵2になりますね。結構動きますね。重心はね、上と下で変わるんじゃないかな。表の下重心、基本的には表の下なんですけれども、まあどう置くかによってね、変わると思いますよ。はい、こちらが台座と本体と支柱になりますね。じゃあ組んでいきましょう。ちなみに説明書が入ってますね。支柱の取り付け角度ですかね、これは。背中のラインに沿ってまっすぐ差し込んでくださいってことですね。はい、組んでいきました。これ、顔の見せ方、映し方、難しいな。今パッと見た感じ、なんか目がギョロッとしてるじゃないですか。これはね、ちょっと映し方の問題ですね。難しい。角度によってはしっかり映る。っていうか、これクオリティエグいよ、ちょっと。やばい。まあ、とりあえず全体的にはこういう感じになりますね。ものすごい躍動感、ある意味これ表情をね、捨ててるようなもんだよ。完全に目見えないっしょ、もう顔周り、うん、じゃあ細かく見ていきましょう。はい、まずは顔からいきましょう。顔からっつってもな、まず目の前に手があるじゃん。まっすぐ見れないっていうかね、一応口までしっかり造形されてるんですよ。この見えない部分、隠れてる部分ね、ちゃんと口まで造形されてるんですよ、細かく。ただこれ難しいな、なんかただ目がギョロッとしてる変な人みたいになってるよね。いや、しっかりね、作られてますよこれ、うん、おおよそパッケージ通りですよこれ。難しいな、この伏黒をかっこよく見せるって。実物をね、手に取ってみるしかないね、これ。もしくは展示品。とりあえず髪の毛すごくマット、塗装されてんのかな、これされてるっぽいですね。すんごいマット。何がすげえって、この制服塗装されていて、グラデーションめっちゃ入ってる、全体的に。成型色感ゼロっすよ。ってさらっとしてる。いや、やってんね。やっぱりおかしいな、今年のプライズ。明らか違うぞ、去年と。で、手の方もこれ、ライトアップしてるから光の反射は見られるけど、すごいね、マットですよ。テカテカしてないっす。綺麗な肌色してますよ。で、大胆なポージングだからこそね、出てくるこういう細かいシワ、複雑なね、うん、体も反ってるしね、両足も開いている、そこら辺のね、シワの表現もものすごく忠実。まあ、最近多いですね、前かがみのフィギュアっていうのはね。だから背中にはあまりシワは入ってないと。ほんとサラッとしててね、グラデーション綺麗に入ってんの、やばいな、ほんと。ほらほらほら、めっちゃ綺麗っしょ、すごいな。まあ、とりあえずね、かっこよく映像で映せないってのが惜しいな。めっちゃおすすめなんだけど、わかる。これ見てると目がギョロッとした、なんかね、とんがりヘッドのね、なんかちょっと違和感感じるなって。まあそれもわかる。ただ実物なんだよな、難しいな。でもね、この目がギョロッとしてんのはあえてやってるよ、これは。凝視してるわけですよ、標的をね。まあ、それは狙って造形してると思うんでね、そこは。で、下半身の方は、まあ、靴の方ですね。靴もね、成型色感ないですね、ここのね、メインの靴の色もね。まあ、靴底はこれさすがに成型色ですけど、全然ね、そんなんね、目立たないっていうかね。メインの制服がとにかくすげえわ、これ。ここまでね、できるんだ。まあ、確かに背中の方にはグラデーションはそこまで細かくは入ってないけど、でもね、襟元っていうか首周りはしっかり入ってるしね。まあ、こうやって飾るからね。こういう感じか。いや、すごいなこれ。一番くじ、呪術廻戦一番くじのここまで、塗装グラデーション入れるのってなかなかないんじゃないかな。すごいぞこれ。いや、このパッケージ通り写してえな。実際はこれほぼ同じなんですけどね、パッケージ通り写したい。まあ、なかなかこの映像ではね、なんていうか表情の良さが伝わりにくいとは思うんですけど、個人的にはめちゃくちゃおすすめなんですよね。塗装のクオリティに関してはもうプライズで出せるね、もう到達点ですね、これは。これ以上望めない。肌に陰影つけてくれとか言えないわ、ここまでね、衣装の方でやってくれたら。
ものすごくね、なんか頑張ってくれてる、喜ばせようとねしてくれてるなっていうのが伝わってくるもん。で、台座問題、黒い台座がどうこう、まあ、艶が出てるから、これマットよりも俺は艶ありの方がいいね。こうやって、まあ、こういう造形だからね、こういう支柱台座ありきになるからね、こんくらいでかいね、重いからね、かなり、うん、だからこれはしょうがないでしょ。ものすごく僕はおすすめしますね、これは。ということで伏黒でした。はい、続いては G マテリアのピッコロになりますね。ほぼ動かないですね。左右がちょっと空いてるんだ。表のやや下寄りって感じでしたよ。あ、多いな。台座と下半身と上半身と魔漢光殺法と、魔漢光殺法の台座と魔漢光殺法の支柱か。 OK、 じゃあ組んでいきましょう。はい、組んでいきました。やばいっすねこれ、すっげーな。で、これ魔漢光殺法はね、こうやってね角度を調整できるんですよ。すごいねこの遠近感っていうかね。で、魔漢光殺法こうやってさ、直接さ手にくっついてない指か、それがいいよね。このクリアパーツかっこいいね、ピッコロマジでやばいやばいやばい。まあ、全体的にはこういう感じですね。いやーまあね、本当にね、あ、さすがバロックさんだなっていうところがねたくさんありますよ。まあ、こういう感じになりますね。じゃあ細かく見ていきましょう。はい、まずは顔からいきましょう。ナメック星人のこの緑色の肌、メインのね、そこら辺ねちょっとテカテカしてるじゃないですか。もちろん光のねライトの反射もありますけど、うん、若干ね成型色特有のテカテカは、まあ、目立つは目立ちますね。それはあの髪の毛がないから完全に露出してるじゃないですか。坊主だからね、ナメック星人は。だからねそういう部分で、うん、反射しやすいっていうのがありますね、自然光にしろね。ただあの腕の方とかさ、こうやって模様が入ってるじゃないですか。そこら辺はね、うん、すごくね秀逸というかね、まるでちょっと塗装されてるようなね雰囲気も感じますね。こうやってね細かいシワとか若干ね、うん、顔周りもそうじゃないですか。口の周りのシワとかさ、若干こうやってね彫りが深いんですよ。それによって自然な陰影表現っていうのが出るんでね、メインのこの成型色感っていうのもね払拭してるんですよ。耳もそうじゃないですか、こうやってちょっと深い。そこら辺バロックさんのね技術ですよね。毎回驚かされますよ。それは胸の方もそうですよね、首周りから胸、うん、こうやって若干やっぱりね彫りが深くなってるんですよね。まああくまで僕の予想ですけれども、だ道着の方もそうですね、うん、あの成型色ではあるんです。すごいよね、メインの肌と道着が成型色なのに成型色感を払拭できてるって。ここも彫りの角度とかもあると思うんですよ。深いだけじゃなくて角度があるはずなんですよ。そこら辺造形のね知識とか僕わからないんであれですけど、ほらでこうやって自然な陰影表現ができるんですよ。すごいんですよ、だからここが毎回。で、腕の方ですね、ここのねピンクの部分は塗装されてますね。あとその縁の赤い部分か、うん、ここはおそらく、うん、塗装されてますね。まあ、基本的には細かい部分は塗装されてるっていうのは、まあいつものね G マテリアと同じような感じになってますね。ちょっと爪の色が飛んでますけどね、まあ、これは個体差なんでしょうがないですよね。血管の表現とかもね、うん、ちゃんとこうやってね再現できてますしね。それはまあ頭の方もそうですけどね、いいじゃないですか。あ、首周りもありますね。で、帯か、道着の帯、ここも塗装されてますね、水色の部分で。下半身の方、上半身と同じく下半身の方のねこういうシワの入り具合もうまくね自然なね陰影表現が出るように、彫り込みの角度とかも深さとかもねしっかり調整されてますね。ほらこういうところとか、まあ、言うてプライズなのにね、もうパッと見た感じでも造形レベルの高さっていうかクオリティ明らか違うじゃないですか他のと。すごいんですよねやっぱりバロックさん。で、膝から足、靴にかけてですね、ここもね本当にねよく見てきたナメック星人の靴ですわこれ、うん、細かいな靴のこの質感ですね、まあ、テクスチャーか、すごい細かくね表現されてますよ。反対側の足もね若干素肌が見えてるじゃないですか。そこら辺も妥協せずに細かくこうやって入ってるんですよ。反対側なんて本当にわずかビビたるもんですよ。で、前かがみになってるから、うん、後ろ側の方が肌が露出しているって感じですね。いや細かいですね。で、背中の方ですね。背中なんてねそれこそね飾る分にはねほぼ映らない、見えない部分だから、シワのねこういう造形とかも結構ね端折ったりするんですよ。そういうことないですね G マテリアで。ちゃんと右手を伸ばしているからね、そっちに向かってシワがこうやって入ってるじゃないですか。この方向性というかすごいね、向こうに伸びてる感じ、このシワもね直線上に、素晴らしい。で、下半身の方もこうやって、うわ細かで、この模様が入っている素肌の部分もこうやってね細かいんですよ。一定じゃないんですよね、筋肉の部位ごとにねこのシワの方向が違うんですよ。骨が浮き出てる部分はまた違くてね、これ反対側もそうですよね、左手の方も
すごい細かく入ってる。外側に流れてる部分と直線に走ってる部分で、筋肉の形に対してちょっと丸みを帯びてるっていうかね、グーの音も出ないですよ。でこちらがまあ観光殺法ですね。やっぱり遠近感の表現というかね、先になるほど大きくなっていくっていうかね、素晴らしいですよね。で基本的にこうやってね、クリアパーツエフェクトだよね、ここにコストがかかってるわけだから、別にね、相当でこっち厳しいと思うんですよ。まあ、だからこそこうやって成型色のね面積が多いわけですよ。できるならね陰影ぐらい入れるはずじゃないですか。それがエフェクト、こういうのがあるから多分厳しいんですよね。なのにここまで持ってこれるんですよ、造形の技術テクニックだけで。すごくないですか。見れば見るほどすごいわ、もう毎回、うん、このピッコロさんなんてもうなんだろうな、前回よりもすごいな。なんかもう G マテリア新しいもんが出てくるたびになんかもうレベル上がってる気がするんだけど、造形レベルやばいわこれ。まあおすすめも何もないですね、これはもう当たり前のように撮るべきでしょって感じですね。まあドラゴンボールファンはって感じですよね、うん。でもドラゴンボール、うん、あんまりですよとかさ、そのピッコロさんとかも別にそこまで知らないしって方も、一度 G マテリアのねプライズフィギュア手に取ってみるのいいかもしれないですよね。本当にねすごい、もう語彙力なくなっちゃうわ、すごいとしか言いようがない。彫り込みによる自然な陰影表現の再現とかね、まあいろいろ見応えがあるんですよ。 G マテリア本当にすごいですよ。なぜバロックさんがドラゴンボールフィギュア、プライズフィギュア、 G マテリアこんなに支持されてるかっていうのが本当に手に取ってみると分かりますよ。ということでピッコロでした。はい、2つを並べていきました。どちらもおすすめですね。うん、あ確かに対極の位置にあるかもしれない。伏黒の方に関してはもちろん、まあ造形ももちろんいいんだけど、塗装面がめちゃめちゃ秀逸ですね。到達点ですね、プライズで出せる。でピッコロさんの方、まあ、成型色面積は確かに多いんだけど、まあ、その分ね造形の技術テクニックで自然な陰影表現の再現とか成型色感の払拭できてるんですよ。なので、まあ、塗装面と造形面それぞれね秀逸なプライズフィギュアって感じですよ。めちゃめちゃおすすめですね、両方とも、うん、ぜひ撮ってみてください。ということで今回は呪術廻戦マキシマティック伏黒恵2とドラゴンボール Z、 G マテリアピッコロですね、こちらの2種の開封レビューを行っていきました。ご視聴ありがとうございました。